ちゃんです。たみちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日はですね、るーちゃんの30歳の誕生日を祝いたいと思います。イエーイ。今日はね、本当のるーちゃんの誕生日じゃないんですけど、るーちゃんの誕生日がね、平日ということで、近いね、休日を選んでるーちゃんの誕生日をお祝いしようと思います。对，我即将进入30岁了，正式进入30代。ついにるーちゃんもこのステージに入るのか。对，我们文丹已经31岁了，我现在还能说我跟他是两岁差，但是下个礼拜我跟他要变成一岁差了。本日はですね、文丹がすべてを計画してるーちゃんにサプライズしようと思っています。めっちゃ楽しみにしてますなんでるーちゃんには何も伝えてないです。晩ご飯だけなんですけど晩ご飯だけでも嬉しい。因为我们今年有一起去度蜜月，所以想说今年呢就是简单庆祝就好了。我就有跟文章说不用买礼物给我，反正我觉得只要可以跟他在一起就很开心。そう、だからね、今回はレストランでいい思い出を作ろうかなと思ってます。そしたら行きましょう。 Let's go 文章这一次预约的餐厅在这一站，我们两个都没有来过这一站呢，还蛮期待的。建物入るじゃん。入ります。めっちゃ楽しみ、やばい。こういうとこ初めてだ。ね、刚才已经看到看板了，是 Cruise。The Cruise Club Tokyo。好的。因为六点才开门，所以我们现在还不能进去。现在是50分。何が一番おすすめ？秘密。我本以为可以骗到他讲出来，结果被他发现了。るーちゃんどんなこと予想してんの？誕生日プレートが来るんじゃないかなと思ってね。ああ、なるほどね、そういうプレートだ。ある？どうだろうね。くれないの、るーちゃんは。やばい、なかったらどうしよう。ルーちゃん炭酸苦手だけどいける？これいける。ああ、この週末良くなって。わざ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 最喜欢啦！我觉得我已经好想哭了，觉得文丹为了我特别预约餐厅，好感动、啊。感动するのはまだ早いぜ。なんかルーが感动すると僕も感动するから。やめて。何が起きるんでしょう。今まだ何も起こってないです。でも感動した。そう、感動した。どう？ベーコン、そのハチ。わあ、めちゃめちゃいい匂いだ。美味しそう。好香。哇，这个鲷鱼超好吃的，吃起来超嫩的，而且上面那个酱调味也很好吃。就讲天塞。嗯，本当はね、ジョエル・ロブションにしようかなと思ってたんだけど。私は福ちゃんと一緒ならどこでもいい。でもなんかのドラマで30歳までに行けたらいい女っていうフレーズがあった気がする。30歳行ってない。何こいつ。文章準備了蛋糕，還寫中文，中文還怪怪的。間違ってるらしい。なんか泣きそう。なんで？さっき来る時泣きそうなんで。本当になんかうるっと来ちゃった。今もちょっと来てるよ。又把那个文章送给他，结果没想到文章准备这个有照片的，而且还是中文。よかった、喜んでくれた。この写真も僕が選んだよ。だから許願。一つ目は。はいはい。健康で。おお。二つ目がお金稼げますよ。いいね、野望だね。三つ目は徳を中に下床。そう、言っちゃダメ。いいね、いっぱい願ってる。せーの。いいね。おめでとう。安すすい。生日快乐。生日快乐。新年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。
これ本当は何が正解だったの？你是我很重要的人。俺もルーちゃんももらい感動して。じゃあもう一つサプライズしようかな。何？今日俺バッグちょっとちっちゃいバッグやったでしょ。で何も入ってないと思ったでしょ。うん。用意してるの。何？じゃあルーちゃんにこの中一回見られてるんだけど。对，因为我今天行动电源，我的包包已经放不下，我就把文章的包包直接拉开，然后硬把我的行动电源放进去了。而且是我很喜欢的小熊猫。実はルーちゃんが手紙ずっと欲しいって言ってたんだけど、その言う前に実はもう用意してた。シールを買った時があるじゃん。うんうんうん。その時に一緒に買ったんだ。でその日に書いてた。あ、そうなの？結構前じゃん。伏線だったんだ。YouTube 大家可能不知道，我差不多一个礼拜前吧，在 Instagram 分享说文章出去，然后就买了贴纸给我，然后我就很开心把它放在现实动态，然后文章就说老师那一天就把卡片写好了，結構ボリューミーじゃん。結構内容多いね。ルーちゃんへ、お誕生日おめでとうございます。誕生日をお祝いするのは真っ赤です。こうやって毎年お祝いできることがこんなに幸せなことだとは思ってませんでした。これからはもしかしたら子供ができて2人の時間が少なくなってしまうかもしれないけど、お祝いできる人数が増えて楽しさや幸せが倍増するね。辛いことがこれからもあるかもしれないけど、お互い支え合いながら乗り越えていこうね。普段恥ずかしくてあまり手紙は書けないけど、こうやって書くと私の方もドキドキしました。これからも長く笑っていけるような家族を築いていきましょう。愛してます。お会いに青子よし。これはこれはルーが読む。私読むの。自分で文章还写了一个要我念的。合ってるか分かんないけど。中文。生日快乐，你30岁了，谢谢你的每天，你的微笑也在微笑，请永远保持微笑，我爱你，我们会永远快乐。もう意味が分かんない。翻訳アプリを使いながら書いたので。そう。我就是超感动的。ちょっと失敗したな。全然大成功了。那就好了。大家看，这个是文章写的信，我觉得超级无敌感人的。ありがとう、ふーちゃん。生日快乐。谢谢。おめでとう。ありがとう。恭喜恭喜。あ、これはルーちゃんが。これは私の。かわいい。一緒にいたね、ここ。うん。ドイツ。結婚写真撮ったじゃん。うん。あの写真にしようかなって悩んだけど、まあハネムーン最近行ったしなと思って。確かに。また一緒に旅行行きたい。ね、行こう行こう。ちゃんと手紙あげれてよかった。手紙超感動した。さっき写真来たんですけど、カメラマンさんの方がバッチシですねって言ってたから、どんぐらいの完成度かなと思って見てみたら。这个有点太过分了。何を見てバッチシと思ったんだろう。他当下可以帮我重拍一张吗？主役が寝てるよ。でも結構年代感のある写真なんでしょうか。なんかおばちゃんみたい。なんか優しそう。他的店员跟大家说，有票的人请来这里集合。我想说什么票？什么票？我到收相机了。收一点，收一点。何？何？そうだよ、そうだよ。え、何？ふーちゃん、晩ご飯だけじゃなかった？そう、クルーズ。今回は素敵な思い出を残してもらおうと思ってクルーズ予約した。こっちがメインなのよ。え、嘘。ずっと晩ご飯だけと思ってた。イエー、ありがとう。ありがとう。我刚才跟文章说，哎，走，快走啦。文章说，等一下，等一下啦。原来是有这个。俺とルーちゃんクルーズ乗ったことないからさ、ね、めちゃめちゃね楽しみにしてた。私は今から楽しみ。わあ、真的好漂亮哦。会場は1階2階ですね。飲み物は2階でございます。会場は1階2階です。二楼饮料全部都是可以自己拿的。え、びっくりした、ふーちゃん。だよ。びっくりしたよ。嬉しい。プライス成功。ありがとう。生日快乐。谢谢。文章也用手电筒跟主厨他们说拜拜，拜拜，学长，乐江，耶，どう？楽しかった。楽しかった？超楽しい、びっくりした。ありがとう。
船降りました。クルーズと言いなさい。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。